はい、まっちゃんねるです。こんばんは、風呂上がりです。今日は、ペヤングの超大盛りギガマックス関西風天かすということで、これがローソンの、先行発売7月20日からと聞いてます。こちらを今日ちょっとゲットしてきたので、まあお腹すいたんでね、晩ご飯こちら食べてみようと思います。量的にはまあ本当お腹いっぱいになりますけど、まあまあこんなもんかなっていうとこです。でまああと動画でね結構上げてる人いらっしゃるじゃないですか。で僕みたいなのがねすごい37度で食べる人いて、なんか結構多分有名な動画だと思うんですけどね。なんかまああんなには早く食べれないですけど、まあ僕も50歳なので、50代 YouTuber の1位を、まあ、目指しまして、今回早食いですわね、ちょっと気をつけながら喉を詰まらせたりしないように気をつけながら、ちょっと頑張って食べてみようかなと思います。今日はそんな動画です。はい、じゃあ開けてみますかね。こちらが 1.3 リットルってすごいですよね。今回は、焼きそば、焼きそばソースと、あれ揚げ玉あった、これは今日の、いいっすね、これね、これ揚げ玉ですね。揚げ玉と、まあ、普通の火薬ということになりますね。揚げ玉は後入れかな、揚げ玉は後入れですね。で、メインですけど、このギガマックスシリーズが、前はね普通のペヤングがこれ4つ入ってたんですけど、最近のやつはねメインがなんかちょっとこれ、大きいのが2つみたいな感じでちょっと変わってるみたいですね。このケットに1杯全部入れる感じになります。じゃあこれで、3分だな。じゃあちょっと3分、はい、待ちましょう。はい、こんな感じね。はい、じゃあここにソースを。おお、なんかあれ、なんかいつものよりソースがちょっとしてない、これ。あれ、気のせいかな。あとこれが揚げ玉ですね。天かすみたいな感じですごくいいんですけど、ちょっと僕の好みでちょっとだけアレンジしちゃいたいんですけど、マヨネーズ、自分でちょっと勝手にマヨネーズマックスにしちゃっていいですかね。マヨネーズ大好きなんで、やっぱりこれはぜひねマヨネーズを追加投入したいです。はい、こんな感じ。じゃあ早速挑戦です。いただきます。じゃあ、今日は札幌ラガービール、こっちおとま、はい、まずお疲れ様です。乾杯。うまいね。じゃあ早速いきますね。よし、目標3分いけっかな。目標3分でやってみますね。じゃあボタン押したらスタート。はい、じゃあ用意、いただきます。
した、記録が3分46秒ってことで、うん、結構平凡なかなかこれ3分切るって難しいな。前回もそんなもんでしたね。やっぱりまあ多分、これ以上急ぐとちょっとこう、ちょっとリバースしちゃいそうな感じになっちゃうんで、まあこんなもんでしょう。はい、早食いって、うん、辛いのも結構好きなんですけどね。あの早食いは多分普通の人よりは少し早いんじゃないかなという程度です。はい、あと大食いも多分まあ普通にちょっと普通よりちょっと食うかなぐらいの感じだと思いますんでね。またこういう何か面白そうなものがあれば、あの、まあ、頑張ってチャレンジしようと思います。今日もご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあバイバイ。ああ気持ちいい。チャンネル登録よろしくお願いします。